皆様こんにちは。リバーサイドカフェオーナーカルマです。本日は2023年12月28日木曜日、お時間は、10時を少し過ぎたところですね。正真正銘本日が本日というか今回がね、2023年最後の、リバーサイドカフェになります。最近ね、お気に入りの河川敷になってますね。まあ、すぐ隣はね、住宅地なんですけどね、この青々しいね河川敷が最高ですね。私が最近、まあ最近というか前回ね、夜間であった、ルナシのマザーね、69回目なんですけどは、この先のね、ちょっと木が多いところで、やってますんで、まずはねそこまで行きましょう。現地に着きました。今回はね、リバーサイドカフェとしては、初のね、試みで、まあ、若干大掛かりなことをやろうと思ってますんで、まあ、うまくね行くかわからないんですけど、荷物もね結構重くてしんどかったですね。じゃあどうしようかな。早速やるんですけど、まずは、お米を炊きつつ薪割りをしましょう。というわけで、なんとかね、
焚き火に着火することができました。で、今日はね何をやるのかというと、めっちゃ燃えてますねこれ。カメラ燃えちゃうなこれ。うわすごいすごいすごい。ちょっと危ないけど、よいしょ。なんか成功する気がしないんだけど、まあね、この焚き火とね、これを見ていただければお分かりだと思うんですけど、焼肉をねやりたいと思います。これ成功するように見えねえな。てか音源、これちょっと待ってくださいね。音源が燃えちゃいますねこれ。危な。ちょっと事故起こさないようにやらないとな。まあちょっとね初の試みなんで、かなりちょっと危険な雰囲気になってるんですけど、ご容赦ください。ちょっとさっさと進めないとまずいかもな。ということで乾杯します。ノンアルビールですね、オールフリーです。ほとんど泡だらけですけど乾杯。うん、うまい。これ薪くべらんないですね。なかなかの今回は失敗かもしれない。どんどん行きましょう。これね、はい、こんな感じです。とりあえず一口でもね食べてからじゃないと音源紹介に行けないですね。野菜がね面倒なんでね家で切ってきました。はい、こんな感じですね。バラカルビとトントロ、ピーマンと玉ねぎですね。ここにね本当はキノコがあればね彩り的には完璧なんでしょうけどね、ちょっとそんな暇と時間がありませんでした。ということで焼いていきましょう。焼けねえような気がしてきた。あ、でも10っていう、あ、大丈夫大丈夫、焼ける焼ける、じゅうじゅういってますよ。はい、とりあえずね一口は食べないと次に進めませんから頑張ります。でご飯ね、肝心のご飯、熱っ。結構テンパりますね。ちょっと蓋開けますよ。蓋開けますよ。いいですか。じゃーん。おー、めっちゃいい炊き上がり。これ間違いないでしょ。ということで、ごめんなさいね。先にお米をいただきますね。あー、どうだろう。やかいかな、ちょっとな。いただきます。うまい。バッチリ。もう完璧ですね、これね。で、よいしょ。あ、全然焼けるわ。大丈夫大丈夫。ちょっともうちょっとこっち。てかね、これ火が持たないね。薪をくべないと。ちょ、放送事故だなこれ。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと奥にすっか。薪がくべらんねえなこれじゃ。想像以上に私今テンパってますね。折れねえし、もういいや、入れちゃえ入れちゃえ、よいしょ、入れちゃえ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 、入れてしまえ。もうやっぱ慣れないもんやる、ま、やるもんじゃないっすねこれダメだこれ。ほらほらいい感じですよ、いい感じ。ほらほらほら、これね白飯だけで全然うまい。ほらおこげおこげ取れねえ。はい、いただきます。あのねマジうまいっすよ、めっちゃくちゃうまい。
これもう焼けた？いいよね、もう。よいしょ。こっちの方がいいかな。あ、ちょっと赤いな、まだな。でも牛だから大丈夫だよね。うい。じゃあ、いただきますね。焼肉。ちょっと待ってね。ダメだ、これ。あ、タレがこぼれた。はい。やっぱライスにね、トントンしてね。いただきます。うまい。最高。ということで、70回目の締めはね、焼肉を楽しんでます。ということで、ちょっと真剣に食べ始めるんで、それまでの間ね、節目の70回目ね、リバーサイドカフェ、70回目の、今年最後のね、作品はこちらになりますね。それでは食べてる間ね、こちらをご覧ください。どうぞ。食べ終わりました。お米はね、1合まるまる炊いたんですけど、ペロッと食べちゃいましたね。お肉は、買ったやつ全部持ってきたわけじゃなくて、まあ、今日食べる分ぐらいでいいだろうということで、まあ、数切れね、お皿に持ってきたんですけど、もうちょっと持ってきてもよかったかな。まあ、食べ足りないわけじゃないんですけどね。まあ、かなり、段取りキューブのキューブかなっていう形だったんで、段取り悪かったんで、まあ、半分ね、ハプニングみたいな、動画になっちゃいましたけど、まあ、結構楽しかったですね。でまだ残り気あるんで、全部ね、くべて、帰ろうかなと思ってるんですけど、まあね、ようやく
2023年もね、終わりを迎えようとしております。まあ毎年言ってますし、皆さんも同じだと思うんですけど、本当にね1年間は早くてね、ぼーっとしてるとね、本当それこそ一瞬で、365日は過ぎ去ってしまうわけですね。まあその中で、最大限ね時間をとって、今年もねリバーサイドカフェ、ナンバリング、それからプチ会、それからね余興みたいなものも何個かね、動画にさせていただいたんですけども、まあ例年に比べるとかなりペースダウンは否めないんですけど、まあ個人的にね、やるべきことはできたかなとは思ってます。でまあ人生において、まあ、目標を立てるっていうことはね非常に、まあ重要なわけですけども、まあ何ですかね、私のこのチャンネルに関してはだいたいいつも新しい、年はね、これぐらいやりたいとか、そういう目標を立てて、いつもやってたんですけど、なかなかね、予定通りいかないのもありますし、あまりね、目標回数を設定してしまうと、まあ、若干ね、ノルマみたいになってしまって、楽しみがなくなってしまうわけじゃないんですけど、なかなかねその回数にいかなかった時のモチベーションの、まあ、下がり方っていうのが若干やっぱりあるんで、2024年からはね、何回目標にしますっていうのはもうやめようかなと思います。なので、まあ楽しくね1年間またやれればいいかなと思ってます。節目もね今日素晴らしい作品とともにね、迎えられたんで、非常に良かったなと思います。割と、まあ、ビジュアル系に限らずね、まあ、もちろんそのご紹介してない音源も今年ね購入した中で、ご紹介してない音源も多数、まあ、あるわけですが、個人的にはね、かなり豊作の1年だったかなと思います。枚数はね多分そんなに買ってないと思うんですよ。多い時はね 4,50 枚1年で買うんですけど、今年は多分10枚前後ぐらいしか枚数は買ってないんですけどね、全部ね、当たりの音源ばかりでね、本当に、音楽ライフも楽しく、今年のね1年過ごすことができましたということで、本当にね皆様ね、飽きずにというか、本当にいつも見てくださって、そしてご贔屓にくださって、感謝申し上げます。熱っ、ちょっとね火がこっち向いててめっちゃ熱いんですよ今。うわめっちゃ熱いやということで、いよいよね、フィナーレを、迎えることができました。これも一重にね、いつも見て、くださってる方々のおかげだと心より思っておりますので、今年もね1年本当に本当に本当にありがとうございましたということで、今回はねここまでです。またお会いしましょう。さよなら。良いお年を。